皆さんこんにちは。この番組では皆さんの人生や生活の役に立つ本を紹介しています。音声だけですので耳だけ貸しください。私が特におすすめする本ですが、その一部しか紹介できませんので、皆様にはぜひ実際に手に取って読んでいただければ幸いです。今回紹介する本はミリオネアマインド、大金持ちになれる人という本です。それでは始めていきます。科学的に証明されているわけじゃないが、金持ちになれる人とお金に縁のない人とは思考回路が違う。この思考回路の違いが行動のパターンを決め、ひいては人生を左右する。だから金持ちと同じように考え、行動できたら成功できると思わないか。この言葉が私の脳裏にしっかりと焼き付いた。次、お金と心の不思議な関係。内面のルール、つまり性格、思考、心情などの内面的要素はさらに重要である。これが成功の度合いや手にするお金の大きさを決めると言っても過言ではない。世の中の大多数の人は巨万の富を手に入れても、それをうまく運用しさらに増やしていくだけの才覚がない。手にしたお金や成功の度合いが大きくなるほど扱いは難しくなる。世の中の大半の人がお金に縁のないまま終わる最大の理由はここにある。典型的な例が宝くじの当選者だ。叩き上げの大金持ちはたとえ財産をなくしても、成功に一番必要な才覚、ミリオネアマインドを失ってはいないからだ。次、お金にも原因と結果の法則が働いている。私の経験では、この世では目に見えない要素の方が目に見えるものより数段強力な力がある。この考えに同意できない人は人生で大きな損をしている可能性が高い。次、金欠病、お金に欠点の欠かけるですね。金欠病が結果ならば、その根源的な原因は内面の世界にある。両者の関係はそれぐらいはっきりしたものなのだ。うさんくさいが金持ちなのと、かっこいいが貧乏なのを比べたら、私ならうさんくさくても金持ちの方を選ぶ。あなたならどちらを選ぶだろうか。宣言、私の内面の思考が外面の現実を作り出す。次、宣言、今までに聞いたお金に関する言葉は正しいとは限らない。将来の幸福と成功のために、ここで新しい考え方を選択し自分のものにする。次、怒り、恐怖といった後ろ向きな感情を手放して、ビジネスの目標を人の役に立つこと、人を喜ばせることといった前向きな言葉と結びつけてみよう。そうすれば怒り、恐怖からお金を処分するような習慣とは手を切れるだろう。宣言、私の今までのお金の使い方は本来の自分のやり方ではない。私は自分らしいやり方を身につける。次、あなたの経済状況を変える唯一の方法はお金の設計図を書き換えることだ。宣言、私は常に自分の考えに注目し、自分のためになる考えのみを頭の中に残す。次、思考が感情を生み、感情が行動を生み、行動から結果が生まれるという法則を思い出してほしい。すべてはあなたの頭の中にある思考から生まれる。そして何を考えるかが人生の要でもあるにもかかわらず、自分のものの考え方、感じ方に意識を向けない人が大半なのだから驚きだ。次、
金持ちになれる人は人生は自分で切り開くと考える。次、被害者意識を持った金持ちはいない。今こそ決断の時である。被害者のままでいるか成功するかのどちらかを選ばなければならない。責任転嫁し正当化し愚痴をこぼすたびに、あなたはお金と成功から縁遠くなる。宣言。自分がどれだけ金持ちになるかを決めるのは私だ。次、金持ちになれる人は成功と富を目指す。お金に縁のない人は暮らしに困らないレベルを目指す。要するに、あなたのゴールが快適な生活なら金持ちには決してなれないが、金持ちになるのがゴールならば快適さをとことんまで追求できるようになるということだ。宣言。私は成功と豊かさを目指す。次、金持ちになれる人は絶対に金持ちになると考える。お金に縁のない人は金持ちになれたらいいなぁと考える。死んでも金持ちになってみせると言い切れる人はそう多くない。この先10年をかけて財産を築く決意があるかと聞かれれば、大多数はとんでもないと答えるだろう。金持ちとお金に縁のない人の差はここにある。全力で金儲けに専念する決意がないのだから、金持ちであるはずもなく、この先金持ちになれる見込みもない。きつい言い方かもしれないが、楽して金持ちになる方法などありえない。もし苦労せずにお金を儲ける方法を伝授するという輩がいたら、眉唾と疑ってかかるに越したことはない。私の経験から言わせてもらうと、金持ちになるには集中力、勇気、知識、技能、100% の努力、不屈の精神、そして金持ちの考え方、すなわちミリオネアマインドが必要である。また自分には金儲けの才覚があり、金持ちになるのにふさわしいと心の底から信じることも大切である。金持ちになれる人はどれだけの犠牲を払ってでも成功するまで努力し続ける覚悟を持っている。どんなことでも厭わずにやる。あなたも同じことができるだろうか。宣言。全身全霊を捧げて金持ちになってみせる。次、金持ちになれる人は大きく考える。あなたは何らかの形で世の中に貢献するために生まれてきた。この機会になぜ自分がこの世に生を受け、どんな使命を持っているのかをぜひ考えてみてほしい。一番幸福な人とは、自分の才能を最大限に活用している人だ。人生の目的は、自分の才能を生かして、なるべく多くの人を助け、良い影響を与えることなのだ。小さく考え、小さく行動していると、一文なしで欲求不満の一生を送ることになる。大きく考え、大きく行動すれば、お金と生きる意味を手にできる。宣言。私は大きく考える。何千人、何万人もの人に貢献する道を選ぶ。次、お金持ちになる人はチャンスに注目する。お金に縁のない人は障害に注目する。金持ちになれる人はどんな結果であろうと責任を取り、絶対にうまくいく、俺がうまくいかせてみせると考えながら行動する。幸運を呼び込むには何らかの行動を起こさなければならないという事実。経済的に成功したければ、何かを購入するか、何かのビジネスを始めるか、とにかく行動を起こす必要がある。私のモットーは、何もせず過ごすよりは何か行動を起こす方が良いだ。金持ちになれる人はとにかく初めの一歩を踏み出してみる。ゲームが始まればその都度適切な判断をし、軌道修正できると確信している。金持ちはチャンスを見つけると飛びついてもっと金持ちになる。お金に縁のない人はどうかって、
お金に縁のない人はいつまでたっても準備中なのだ。宣言、私は障害ではなくチャンスに注目する。次、お金持ちになれる人は成功者を称賛する。お金に縁のない人は成功者を妬む。宣言、私は金持ちを褒める。私は金持ちを祝福する。私は金持ちを愛する。そして私も必ず金持ちの仲間入りをする。次、金持ちになれる人は成功した人と付き合う。お金に縁のない人は失敗続きの人と付き合う。金持ちになれる人は誰かが先に成功してくれたことに感謝している。お手本を真似すれば苦労せずに成功を手に入れられるからだ。こうすれば成功できるという方法がすでに確立されているから、ゼロから模索する必要がないというわけだ。実際に金持ちになった人の方法を学ぶことが金持ちの仲間入りをする一番手っ取り早い方法だ。金持ちになれる人は人生の勝者のみと付き合う。勝者ですね。人生の勝者。宣言、私は成功して金持ちになった人を手本とする。成功して金持ちになった人と付き合う。金持ちにできるなら自分にだってできる。次、金持ちになれる人はセールスに積極的である。宣言、私は情熱を持って自分の価値を売り込む。次、金持ちになれる人は自分が抱える問題より器が大きい。宣言、私はどんな問題よりも器が大きい。私はどんな問題にも対応することができる。次、金持ちになれる人は富を受け取るのがうまい。宣言、私は受け取り上手だ。大金が転がり込んでくるならいつでももろ手を挙げて受け取る。次、金持ちになれる人は成果に応じて報酬を受け取る。お金に縁のない人は時間に応じて報酬を受け取る。私も皆さんに独立することをお勧めしたい。自分で会社を作るか、歩合給や利益の何パーセントという形で報酬を受け取るか、ストックオプションや利益分配制度を利用するのだ。どんな形でもいいから、仕事の成果に応じて報酬を受け取れるような環境を作ってほしい。宣言、私は成果に応じた報酬を受け取る。次、金持ちになれる人は両方とも手に入れたいと思う。お金に縁のない人はどちらか一方だけでいいと思う。正真正銘の金持ちはお金と幸福の両方を手に入れなければ意味がないことをよく理解している。お金と幸福の両方が揃っていなければ人生は完全ではないのである。宣言、私はお金と幸福両方を手に入れる。次、金持ちになれる人は総資産に注目する。お金に縁のない人は勤労所得に注目する。お金になれる人は、次の4本の柱、総資産、1、所得、2、貯蓄、3、投資、4、節約。これが、資産を構成する4本の柱です。この4つの要素を、全て含んだものが総資産である。どれ一つをとっても、非常に重要なもの。宣言、私は資産を築くことに専念する。次、金持ちになれる人はお金を上手に管理する。お金に縁のない人はお金を管理できない。お金の管理は自由を束縛するどころか、反対にあなたをもっと自由にしてくれる。お金をきちんと管理すれば働かなくてもいいほどのお金を手にできる。これを本当の自由と言わずして何と言おう。金額よりもお金を貯める習慣をつけることが大切だ。毎日毎日経済的自立という目標に注意を向けることが秘訣である。お金はお金を呼ぶ。
お金か、の管理の最大の秘訣はバランスである。投資しお金を増やすためにできるだけたくさんのお金を貯める一方で、遊び用の口座にやはり収入の 10% を入れるようにするのだ。遊び用のお金は主として自分の成長のために使い、普段はしないようなことに使うようにする。宣言、私はお金をしっかり管理する。次、金持ちになれる人はお金をフル活用する。お金に縁のない人はお金のためにフルに働く。自分のお金が有効な働きをすればするほど、自分自身は働かなくても良くなるのである。つまり何はさておき、初めはお金を稼ぐためにフルに働き、その後で自分のためにお金をフルに活用するのだ。次、お金をフル、自分のためにフル活用するとは、貯蓄と投資を心がけることを意味する。金持ちになれる人は将来価値が上がって資産価値を生みそうなものを買う。大切なのは勉強を怠らないことだ。投資の世界をもっとよく知ろう。宣言、私は自分のお金をフル活用することで、ますますたくさんのお金を手に入れる。次、お金持ちになれる人は恐怖に負けず行動する。お金に縁のない人は恐怖で何もできなくなる。宣言、恐怖に負けず行動する。疑念に負けずに行動する。心配に負けずに行動する。障害があっても行動する。不安があっても行動する。やる気がなくても行動する。次、金持ちになれる人は何でも学ぼうと思う。お金の縁にない人は何でも知っていると思う。成功は努力して身につけられる一番確実な技術。ずっと金持ちで居続けるためには自分を磨くことが大切だ。つまり自分で自分を成功する人間に育て上げるのだ。次、金持ちになれる人は成功への道はまず人間性、次に行動力、最後にお金という順番だと理解している。宣言、私は常に学び成長するための努力を惜しまない。次、終わりにからです。これまで私は何度も言ってきたし、これからも繰り返し言い続けるつもりだが、口で言うだけなら簡単で、大切なのは行動だ。次、最後です。これから1年間月に一度はこの本を読み返してほしい。反復が習得につながる。読めば読むほどこの本で紹介した考え方を自然に受け入れられるようになる。そういう使い方をするためにこの本はできるだけ簡潔に書かれている。以上です。いかがだったでしょうか。この本は本当にいい学びの多い役に立つ本だと思います。この番組では皆さんの生活や人生にいい役に立つ本を紹介しています。ぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いします。それでは本日は以上になります。ありがとうございました。またお会いしましょう。ディスクでした。